今日はミモザのリースをふんわり綺麗に仕上げるコツを紹介します。こんにちは、枝金商店街の花屋のゆうです。このチャンネルではお花を使った作品作りのアイデアをご紹介しています。使ってほしい画材や作ってほしいものがございましたらコメント欄の方にリクエストをお願いします。今日はミモザのリースをふんわり綺麗に仕上げるコツを紹介します。リース作りでぺったんこになってしまうや感覚がわからないなど皆様苦戦もあるかと思います。その部分を今日は綺麗にゆっくりと解説をしていきます。他のリース作りの参考にもしてみてください。それではやっていきましょう。はい、では今日はミモザを使ってコツを説明をしていきます。一般的にミモザのリースを作る際はこのように咲いてるものっていうイメージが強いかと思います。もちろんそれでもいいんですけども、どうしてもミモザの出荷が少なかったり花屋さんに置いてなかったりってするとミモザが集まんなかったりもします。あと何より結構高級なお花になります。そこでこのつぼみのミモザ、これです。つぼみのミモザは実は1月の下旬からガンガン花がつきより出てきます、先に。ただこれつぼみだと言っても実はね、これ咲かないですね。ほとんど 100% に近いぐらい咲かないです。ですがこの咲いてるミモザも実は 2,3 日このポカポカ咲いてる状態ですごい華やかなのはもう本当に 2,3 日です。いいところで 2,3 日経つとどうなるかっていうと、このぐらいまで縮みます。このぐらいまで縮みます。つまりつぼみとそんなに変わらなくなるんですね。これとこれって感じです。そんなに変わらなくなります。なので初めの印象は確かにこっちの方が綺麗ですけど、最終的においおい1週間2週間1ヶ月経つとほとんど分かんなくなるので、このつぼみを混ぜて作ることがとてもおすすめしています。っていうのもコストで言うと大体3分の1ぐらいです。値段がねそれほど下がります、つぼみは。なので混ぜて作ることを割とおすすめします。もちろんこっちだけで全部作るのもありなんですけど、揃いにくかったり、材料がなかなか見つからない高級だっていうところもあるので混ぜてるっていうのを結構おすすめをしています。で今日は、はい、土台です。これです。これ一般的なサイズではあります。20センチのものなんですけど、100円ショップとかでも売ってるのも大体このサイズですね。20センチの土台を使って切っていきます。この後まず花材を切っていくんですけども、20センチの土台に対していつも動画上では手のひらサイズって言って切っています。だいたい手のひらサイズで言うと10センチから12センチくらいです。ただ全部の土台がそのサイズかっていうとそうではなくて、例えばこれ20センチですけど25センチの場合はあと 2,3 センチアップ、13から15センチくらいに切った方がいいし、15センチの土台でやった場合は10センチより短い方がいい。要は土台に合わせて長さを変えていってください。はい、ということで早速切っていきます。今日はミモザの咲いてる方から切ります。で今話していました通り手のひらサイズ12センチから10センチくらい、こんな感じです。これを切っていきます。でミモザに関しては花がですね、これね右向いたり左向いたりしているんで切り口結構迷わなく切れると思います。というのもこれなんかそうです、こっち行ったりこっち行ったりしています。まあまあなるべく花の犠牲が少なく長さを基準にして切っちゃっていいので、手のひらサイズでなるべく花が全部生きるようなところを切れたら一番いいです。ここに関して一番下に関してはここで切っちゃいます。はい、でスワックと違って、スワックなんかよく下の葉っぱを取るんですけど、ミモザとかリースに関しては土台のこの茶色の木の部分を埋めるために葉っぱも全部有効利用したいので葉っぱを取るっていう作業はあんまりないです。はい、でこっちも切ります。で手のひらですね。でこっちもです。こんな感じです。ちょっとこれ長いけど、まあなんとかこのぐらいならギリギリっていう感じですね。でこれもここで切っちゃいます。はい、咲いてるミモザは本当に貴重で。本当にね、値段が3分の1なんですよ、つぼみが。でよくそうだな、スーパーとかでミモザを買ったんだけど、つぼみでこれから咲く
でワクワクってして楽しみにしている方がたまにいらっしゃるんですけど、それで咲かなかったという話をよく聞きます。そう、これ咲かないんですよね。本当咲かないって認識でグリーンとしてつぼみは考えてください。でちなみにこのミモザは銀葉ミモザというミモザになります。真珠葉ミモザ、パールアカシアっていうものが1月早い時間段階で出てきます。その後に出てくるのがこっちのミモザで、外によく植わっていて木みたいになっているのもこっちのミモザ、銀葉の方です。まあ、つまりスタンダードなミモザって感じです。真珠葉とかがちょっと珍しい。これも切ります。葉っぱついてないところはさすがに使わなくていいです。はい、そして最後1本、ここで切ります。はい、これもこういうとこ、ここで切ります。この場合もここで、ここら辺で切っちゃうと長く残ってしまうので、長く残るよりかはこれ短くすれば2本取れるんで、花付きが長く取って1本になっちゃうよりかは細かく小回りが効くような形を残した方がいいです。で今度つぼみ、つぼみの方、グリーンですね、もうね。これも同じように切ります。手のひらです。10センチから12センチ。この葉っぱも使います。あんまりにもボロボロで、使いづらい場合は使わなくてもいいんですけど、まあ本当に花材グリーンとして使えるものは全部使っちゃいます。カッチカチですかね、これ。はい、どんどん切ります。今のところ手のひらサイズで切っていっています。なんでこの粒の粒々の感じが逆にすごいシルエットとしても素敵なので、春らしくて素敵なので、全然つぼみが全部悪いということはないんですけど、どうしてもね、咲かないってなるとちょっと、ちょっとショックですよね。ここで手のひら、はい、手のひらですね。ここで分けます。分けて手のひら、あとあれですね、ミモザも長さとかがあるんですけど、今日まあつぼみの方はかなり長いです。これ1メートルぐらいあるかな、長いです。こっちの花付きの方は5、60センチのものを用意してました。でこれ短い方が実は茎が細いんですよ。でこっちの方が茎細いんですよね。で、何が言いたいかというと、茎が細い方がリースとしては作りやすいです。茎が太いと単純に重たくもなるし、あの巻きにくくなるんで、なるべく茎が細いもの、つまり長さが短いものの方が細いんで、まあ、木と同じで大きく大木になればなるほど茎って太くなるんで、なるべく細身の 5,60 センチのものでリースを作るのが結構おすすめですね。本当にね、でっかいミモザは本当にもう木化してるんで、まあ、木化というか木なんですけど、ぐらいですね。切り終えます。よし、 OK です。はい、そしたらですね、今度はリースの土台に、ワイヤーをまずは巻きつけます。これリースワイヤーって言います。でミモザだったり、あとは、まあ、クリスマス関連のリースもそうですかね、あのワイヤーが割と硬い方がいいです。これリースワイヤーっていうワイヤーですけど、花の糸っていうワイヤーだったり、ビーディングワイヤーっていうワイヤーだったり、なんかいろいろワイヤーがあるんですが、硬い方がうまく締まります、ギュッと締まりますので、木みたいなものを使用する際は、例えばユーカリとか、ユーカリだけとか、あとオリーブとかですね、そういったものも硬めのワイヤーを使うことがおすすめです。で、はい、これ初めの部分は残します、リース。1本のワイヤーで、
一周するので残すんですが、これを短くすると、こうやって巻いてるうちにこの初めに残して最後結ぶところのこれが行方不明になるので、ちょっと長めに取っといてください。長めです。これだそうだな、15センチぐらいあると余裕なんじゃないかなと思います。でこれ巻きます。巻いて手前の時だけ引っ張ります。巻いて手前の時だけ引っ張る。これをじゃあ3周ほどやります。でこの時にずっと引っ張ると手が痛くなるので手前の時だけいいです。そうすると木がきしむ感じがして止まります。これがワイヤーが軽い細いときしむ感じがしないんですよね。なんでスルッと抜けたりもするんで、なるべく厚みのあるワイヤーで作ってください。はい、で今度はいよいよ巻いていくんですが、巻き方も巻けばいいというだけではなくて、ちょっとやっぱちょっとしたコツがあります。そのコツの一つがですね、ちょっと初め分かりやすいところ、はい、まずボリューム感から話をすると、これつぼみです。花ついての上に乗せます。これ例えば逆になっちゃうともったいないので、今日せっかく咲いているのとつぼみがあるので咲いているのが目立つようにします。でボリューム今日で言うとおそらくね3本ぐらいなんですよ。このぐらい、これはそうだな、グーで収まらないぐらいのボリューム感です。正直ないよりか多い方がいいんですけど、ありすぎても、例えばちょっと例えばですけど、じゃあ 1,2,3,4 ありすぎればありすぎるほど巻くときの強度がすごく求められてくるので、落ちやすいし不安定になりやすいです。で今日は、はい、3本持ってます。もちろん枝のボリュームにもよるんですけどね、3本持って作ります。で葉の向き、切り口が下に行きます。向きは全部 上です。一緒の向きで、これも変にこう動かさないくていいです。変に動かさないでちっちゃい花束を本当に作ったようなイメージで持ってください。でこれをはい乗せます。でこれ乗せる時にもコツがいります。時々こういう角度になっちゃう方がいらっしゃるんですけど、これ外に向きすぎてるんです。基本的にはこの土台が中心にあるようなイメージで、力の中心に真下にあるようなイメージで巻いていった方がバランスはよく取れます。あと内側に巻きすぎちゃうと、例えばこうなると外側が丸出しです。で外にしすぎてしまうと内側が丸出しで切り口が丸見えになっちゃうので、基本的にはこの土台の上に中心に行くように乗せてください。乗せます。はい、そしたらはい巻きます。手前から持ってきます。この本体を巻きます。でこの時なるべく真ん中より、この花束の真ん中より下を通るようにしてください。よいしょ。でもし可能ならこの咲いてる花とかをちょっと避けれるといいです。こういっちゃうよりかは花がないところが通れるとよりいいです。今ちょうど花がないところ通りました。でまた手前に来て引っ張る。これ、ま、2回ほどやってください。手前の時に引っ張る。はい、でこのボリューム感で作っていきます。でもう一回やります。咲いてるの1、咲いてないの2ぐらいでもいいぐらいです。今日それほど今日なんかすごく咲いてますか。違う、はい、これでまた3本持ちました。で今度乗せます。これ同様で、基本的には中心にちゃんと、この重心、このちっちゃい花束の中心が乗るようなイメージでやってください。これがまた急にこう反れてしまうと、あれここどうしたのってなってしまうので、ちゃんと乗せます。あとは重ねすぎても進まないし、離しすぎてもここ空いちゃうので、感覚で言うとワイヤーが通っているところを隠すんですけど、置いた時に少し今置いた花束が持ち上がるぐらいのイメージでいくとちょうどいいんじゃないかなと思います。そうだな、ちょっとね、半分よりちょっと上にワイヤーの部分がいくようなイメージかもです。こうですね、こんな感じです。まあ開きすぎるよりかは正直詰めすぎた方がまだいいです。全然綺麗にできます。開いちゃったらちょっと間が抜けてしまうんで、
まあグルーガンとかで修正はできるんですが、ワイヤー1本でやる場合は大変です、修正が。でまた巻きます。グッ、はい、グッと2回ほど、はい、で今度また行きます。なんで採点のを持ってきて、つぼみを合わせて、本当につぼみは本当にだからもう最低の1しか使ってないですからね、はい、でまた行きます。同じようにかぶせます。かぶせすぎてもしょうがないのでずらしていきます。でまた中心は土台です。あくまでも力の中心は土台の真ん中です。で巻きます。よいしょ、グッと、よいしょ、2回、もう全然力入れなくてできるので慣れてくると。はい、そして3個目ん4個目、まああとあれですね、例えばここ切ったぞって感じが丸見えです。そういうのにつぼみの方の例えば先端を合わせるとうまく隠せます。先端当たった、これ一番上の部分です。ここから下に向けて刃がありました。こういうのと先端取られちゃったっていう真ん中の部分をこう合わせると、あたかも一本のあれに一本のミモザに見えるんですよ。そういう風な感じでごまかすと、この切ったところが見えにくくなります。これちょっとしたコツです。こんな感じです。なるべくここを隠したいので、ここが割と分かりにくいように乗せて使うといいです。これが切ったやつで合わせちゃうと、ここが開いちゃうんですね。なんでなるべく切ったやつと切ってないやつっていうのを合わせるとすごく作りやすいです。てか目立たないです。目立たないです。はい、じゃあ乗せますよ。はい。でまた巻きます。最近は本当にミモザの日っていうのがね、ちょっとブームでもあるので、ミモザが大高騰したり、あと陽気で結構左右されたりもします。産地で全然咲いてない、まだ咲いてないとかもあるので、でも昔よりミモザが高くなったかなって感じはしますね。正直高くなったとか価値が上がったって感じですね。で今3本持ちました。で乗せます。基本的には全部ボリューム感を一緒にしていくといいです。上ばっか重いっていうよりかは全部のボリュームを統一して作っていった方がいいと思います。今、はい、5個ついたのかな。はい、じゃあ6個目。でこれはほら先端がついてるので、先端がついてないものと後ろボリュームかさ増しで合わせても全然違和感が出ないので、そういったところでこういう先端がついてないのを使います。ここでもいいぐらい、はい、置きます。巻きます。巻きます。はい、さあまた行きます。いや本当に今こんなにポカポカ咲いてますけど、水から出して明日には乾いてきて、まあ、今日明日にはというかもう今日の夜には本当に縮みます。びっくりする。なので暖房のついてる部屋に飾るよりかは外とか涼しいところがいいですね。かといって水とかかけるとなんかちょっとシミが出たりもするので、それは結構おすすめできないですね、水は。よいしょ、はい、じゃあまたつぼみ合わせます。これ今回こっちの咲いてる方のミモザがボリューム良かったんで、つぼみの方はちょっとちっちゃめのもので、なんだかんだあと3つぐらいでできちゃいますね。でつぼみがあるとやっぱりボリュームもそうですけど、細
こんもりふっくらも見えますよね。今日でほんとんど3本できてます。はい、こうです。こうです。よいしょ。さあできてきました。あと2個ぐらいかな。あと2個ですね。これつけて、はい、なるべく鼻のないとこを探して通して、それはちょっとむずいんですけど、なるべくでいいです。よいしょ。はい、あとボリュームさえ合わせればそんなにいびつにならないです。ちょっと歪んだ場合はこれ実はね、この土台ごとひねったりすると治ったりします。結構ね、講座中に僕やったりします、はい、これをつけてもう一個。2個いけるかな。よいしょ。ちょっと大きめにします。最後大きめかちっちゃめを最後に入れます。で今日はあのグルーガン使わない前提なんで、グルーガン接着剤なんですけど、使わない場合は最後の、あ、これ1個入れてもう1個ちっちゃいの入れます。最後のこれ1個手前なんですけど、1個入れてちょっと開くんですよ。ちょっと開いた場合をやります。このこれ止めて、グルーガンがなくて接着剤がなくてちょっと開いちゃったよって時が絶対あります。これどのリースもそうです。クリスマスもそうです。スタッツだけで作るのもそうだしって時に、はい、あるんですか。これちょっと開いちゃうんですよ。これ単純にここでワイヤーギュッて締めてるから開いちゃうんですね。ここで一番初めに置いたものをの下に入るように入れるとそれが目立たなくなるんで、最後ちょっとちっちゃめを探してか選ぶかしてですね、ちょっと切ります。つぼみもちっちゃめの、細めちっちゃめの、うん、あとちょっとこれいいっすね。はい、はい、これ重要です。よいしょ。ここをよいしょ起こしまして、中にこう入れ込む感じです。中に入れ込んで、これこのまま上げたままでいいです。上げたまま、よいしょ、親指の方、今押さえてる親指の方頑張ってワイヤーを持ってって引っ張って、もう一回後ろに持ってった時に、よいしょ、初めに上げといたやつを戻します。そうするとここが見事に隠れるんです。ほらほら、ここら辺にもありました。ここが隠れます、見事で。後ろに持ってった、はい、リースのワイヤーをこれですね、後ろで、あれどこ行ったかな、はい、後ろでこれをひねって止めます。はじめのワイヤーと本体のワイヤーをひねって後ろで切ります。そしてこれの、この残ったワイヤーは入れ込みます。よいしょ、よいしょと。これあの土台の中に入れ込みます、この木の中に。そしてこれで完成だと思いますが、
最後に確認、あ、でさっき言ってたこう木の土台なんで軋むんですね、これね。ちょっといびつだなと思ったらこう土台をちょっと回してみてください。こう回す感じです。っていうのもワイヤーで全部ついているのでこうひねることができるんですよ。なんでいびつだなと思ったら本当にこれやってみてください。直るので、はい、こんな感じです。これでどこからどう見ても丸くなってふんわりしました。はい、ということでこれで完成になりますね。はい、今日はリース作りのコツをゆっくり解説しました。今日使用したのはミモザでしたが、他の花材を使っても応用として使用できるので、ぜひ挑戦してみてください。今日もありがとうございました。